フェニルアラニンはアミノ酸の一種で即座にベンジル元を持つ。略号はフェまたは F。アラニンの即座の水素原子が一つフェニル元で置き換えられた構造を持つことが名称の由来である。室温では白色の粉末性個体である。タンパク質構成アミノ酸で牛乳、卵、肉などの食品中のタンパク質に多く含まれている必須アミノ酸の一つ。 非極性側差アミノ酸で方向属アミノ酸、陶原性を持つ。他のアミノ酸と同じく D 体と L 体の2つのエナンチオマを持つ。L フェニルアラニンは天然に存在する化合物であり DNA によって高度されタンパク質を構成する。D フェニルアラニンは化学合成によって人工的に作り出される化合物である。L フェニルアラニンは生体内で エルチロシンに変換され、さらにエルドーパとなる。これがさらにドーパミンやノルアドレナリン、アドレナリンへと誘導される。D フェニルアラニンは、フェネチルアミンに変換されるのみである。8万人に1人と言われるフェニルケトン尿症では、このフェニルアラニンをチロシンに変化させる酵素、フェニルアラニンマイナス4、モノオキシュケナーゼの遺伝子の完全欠損により、血中に、 フェニルアラニンが異常に蓄積される。そのためフェニルアラニンの摂取を控えねばならない。シュガーレスガムなど多くの食品に含まれ、フェニルアラニンを含む胸の注意書きが表示されている。実際にはフェニルアラニンそのものが添加されているわけではなく体内で分解されてフェニルアラニンを生成させる化合物を含む場合にこの表示が付される。例えば甘味料のアスパルテームは 加水分解によって、フェニルアラニン、アスパラギン酸、メタノールとなる。コドンの中では、フェニルアラニンのものが最初に発見された。マーシャル・ニーレンバーグが発見者である。連続したウラシルからなるメッセンジャー RNA を、バクテリア E コラインに挿入すると、そのバクテリアはフェニルアラニンのみを繰り返し単位とする、新規なタンパク質を生産することを見出した。フェニルアラニンは、 血液のお門を通過する際にトリプトファンと同じチャネルを使用しており、大量に存在するとセロトニンの生成を阻害する。合成によって作り出されるラセミ体の DL、フェニルアラニンはサプリメントとして利用される。ダルパは慢性疼痛やうつ病、あるいは月経前、症候群による蝶々不安定に有効な場合があるとされる。また、 ADHD の発症者の活力や注意力、集中力を増進させるという調査結果がある。動物はフェニルアラニンを体内で作り出すことができないため、食物から摂取する必要がある。植物や大部分の微生物においては、色ミ酸経路によって、プレフェン酸から生構成される。プレフェン酸が、脱炭酸されると同時に、ヒドロキシ元を失い、フェニルピルビン酸となる。 これが、グルタミン酸を、窒素源とする網の元転移を受け、フェニルアラニンと、アルファー、ケトグルタル酸を与える。ありがとうございます。